というわけで、ノースポイントにやってきました。現在お金の方は9399円になってますので、そうですね、明治スタッフはもう売っちゃいましょうか。これを外して売ります。で今回は、ヴァンパイアのイベントですね。聖杯を手に入れてヴァンパイアのイベントをやっていきたいと思います。で明治スタッフは5000円で売れるんで、これ売っちゃいましょう。4399円。まあ、ヴァンパイアイベントはそこまでお金たまんないと思うので、ちょうどいいくらいかな、わかんないけど。まずはガレサステップに行って、そこからローザリア地方に行きます。で北エスタミルですね。でヴァンパイア自体を倒すのには聖杯は必要ないんですけれども、聖杯は持っていきましょう。で聖杯の場所自体はなんか町の人とかに話を聞くと、ヴァンパイアに以前襲われてなんか聖杯で倒したよみたいなことを言ってくる情報があるんで、まあ、そこからこの下水をちょっと探索していくっていう感じにはなるんですけれども、もうそのまま聖杯のところに向かっちゃいます。降りた方が早いかな。滝を降りると動けないからモンスターを回避できないんだけど、いいね。あ、魚がいるね。もう無理だ。このシャチはまだ出てくるね。オルカで、バトラックスじゃねえよ、ガララックス。バーバラはどうしようかな。一回ちょっと外して魔法レベルとか上げようか。聖杯手に入れたら聖杯をバーバラに装備させて、外してる間もね、まあ、あの鍛えられるん で武器レベルとか魔法レベルも上がっていくんですよ。でステータス自体は多分戦闘してた方が強いんですけど、特に魔法ですね、こう回数を上げるのがめんどくさいんで、多分外してた方が育つと思います。まあ、ヴァンパイアイベントまでは連れ回しますか。でアイシャを入れてで、なんか砂漠のイベントを進めていこうかな。でここにですね、まあ、墓場、まあ、カタコームっていうらしいんですけど、墓場があります。で墓場を調べると戦闘になるんですけど、これなんだろうな、そのいい行いをした値っていうのが全高値っていうの、それが内部データであって、全高値が10以上あると聖杯を手に入れられるんですけれども、10ないとこういう風に戦闘になります。でただこの墓を調べるごとに1上がっていくんで、まあ、最低でも10回くらい戦闘をすれば聖杯が手に入るという仕組みです。まあ、10回叩かなきゃいけないんでちょっとめんどくさいんですけれども、まあ、こいつ倒し終わったら、あ、堕落した死者はね絶対出てきます。こいつ倒したら早送りしますか。で聖杯を見つけましたと。このまま持っていってはただの墓泥棒になってしまう。行きなさい。
景気動くんだこの間。それを持ちヴァンパイアを滅するのです。アムトよ、この者たちを守りたまえ。ああこの声は一体どこからというわけで、まあ、声の主はよくわかんない。で聖杯を、ゲットしましたので、まあ、聖杯持ってヴァンパイアのところに行きましょう。じゃあ、またこいつか、普通に出てくるし。このまま、今北エスタミルにいますので南エスタミルへ抜けていきます。まあ、歩いて抜けていきましょう。この下水を通って、というわけで、南エスタミルですね。お金どうだろうね。5800か。ちょっとなんか買いたい気がする。火か。火はちょっと水を忘れちゃうので。てか魔法そんなに強くないんですよね、このゲーム。基本回復魔法だけあればなんとかなるんで。そう、これでね、なんか恵んでくれみたいなこと言ってくるんですよ、子供が。それでね、恵んであげると、行い地みたいなのが上がるんで、まあ、そこからね、あの墓場を調べると割とすぐ聖杯が手に入ったりするんですけど、まあ、全然やってないんで。鎧どうしようかな。ベルニーアーマー4000円か、高えよな。このまま行きます。でフロンティア西へ行きましょう。西へ。でここの道はマップ自体はちょい広めではあるんですけど、このね砂の道を通っていけばすぐフロンティアの方にはつけるんで、まあ、モンスターもかわしやすい方ではあるかな。でさっきアルベルトがね、スティールソードレベルが上がって流星剣を覚えたんで、まあ、敵が多い時に流星剣使ってみますか。確か全体攻撃だった気がするんで。であとブッキーのレベルはあれだね、そうレベル自体は15までだけど、別に3ずつで技を覚えるわけじゃないですね。技多分4つまでしかないんで、後の方になるとちょっと3じゃなくて4だったりして、で最終的に技は4つ覚えるという感じですね。鳥がちょっとね、こう不規則な動きをしてくるから厄介なんだよな。早いし、こいつらは2、3回ぶった切れば倒せるんで、大弓で倒せるんで強い。クローディアマジで強い。早いし。貫入した時はね、本当にもうグレー一人っていう感じになったけど、今はもう完全に主力ですね。早いよねやっぱり。てかまあ戦ってればね、みんな普通に強くなるし。こいつ200じゃ倒せないんだ。ゴー。あお、そうか、ここまだ無理か。あとは指
なんだろうね、やっぱり腕力なのか器用さなのかわからない、依存してるのか、そんなに細かいデータにはなってなさそうだけどね。ロマサガは結構穴だらけなんで設定が。でここで抜けます。結構長かったな。でウエストエンドフロンティアですね。この奥地にも開拓者の住む村がいくつかあると。奥地の村にはモンスターも出る。金パッケージ100円。開拓の村、北東の方にある。こいつと吸血鬼の話をしていた。その昔エスタミルの町にもヴァンパイアが現れた。その時はなんとかやっつけた。村人が吸血鬼になっちまった。確か東の方に300年以上生きているヴァンパイアが住んでいる。アメジストの首飾りを持っている間ずっとモンスターに狙われていた。旅の踊り子にあげちゃいました。これがバーバラのことですね。で割と初めの頃に来るとね、まあまともなんですけど、今もうヴァンパイアに支配されちゃったみたいですね。こっちの方にはまだ来てないみたいです。ちょっと道具屋によって、高級傷薬か1個くらい買っとこう。金を消費するために。で一回宿屋に出ましょう。村もちょっと覗いてみますか。まあせっかくだから。ヴァンパイアになってて倒しても、そう、村人ね、まあ右の方にもヴァンパイアどころかさ、もうモンスターに襲われてんじゃん。やだこれは。ちょっともうそのままヴァンパイアに行きます。おい、いきなり。下のね、なんちゃらなんちゃらわかんない、プロセルピナ、たまに強い攻撃してくるんだよね。大体先手で倒せるんだけど。でヴァンパイア自体は2つの月の神殿と違って大して宝箱は置いてなかったと思うんで、でずっと下に行けばよかったかな。聖杯はね、武器として装備できるんですけど、聖杯があれだっけ、なんかアンデッド系にもダメージを与えるんだっけ。いまいち効果がわからないからね。もうちょっと説明書きみたいなのが欲しいよね。勝ってこいつ、このサソリマジ勝てんだけど。デスブリンガー、名前はかっこいい。一ターンで殲滅できないとは。弱っ。それかあれかな、たまに即死しちゃうっていうやつかな。毒針的なやつ、ドラクエでいう。おお、抜けられた。そんなに敵がたくさんは出てこないな。流星剣使いたいんだけど。まあ、モンスターが3体くらい出てきたら、ハヤブサ流星剣を使いますか。アルベルトちょっとヒットポイント低いんだよね。お、出てきた。てか陣形が乱されてんな。いけるか。一回ハヤブサギやって流星剣。お、いいね。ほら、おお、一掃するのにはかなり役立つな。まあ、ただスティールソードのレベルは上がらないからね、使ってないから。で固定モンスターいます。堕落した使者。モンスター好きだな。
こいつはもう倒しに倒しに倒しまくったからな。で、左右に宝箱がありましたけど、これは普通に金でしょ。いくら入ってるか。あれ？グール系が消えたね。で、ここちょっと色変わってるんでいけるんですよ。で、また下に降りてきます。この下のやつってさ、何スコップで攻撃してくんの？もっといい武器持たせてくんなかったのかな。ヒットポイント高い。ちょっと強くなってきたね。お、強い。とは言っても一旦で殲滅できるけど。100円超えてくるね。今のやつ固定モンスターだった？ちょっと分かんない。固定モンスターとは思えないやつが出てきたけど、まあ、さっきの堕落した死者もねそんな感じだしね。548とか。火力も上がってんだこっち。お、ヒットポイントが上がってくれるのは助かる。あ、リッチがいる。どうしようかな。一回ちょっとハヤブサ流星拳使うか。18回でしょ。まあ割と使えるよね。ダメージ渡しとこう。ここで倒せないか。リッチが何使ってくるかだよな。だいたいホラーとか割と使ってくるんだけど、ダメージソースになるのはまだあまり食らってないよね。スティールソースでいいや。上がるな。ヒットポイント。お、ハルベルト上がった。よし。83円。待て。めんどくさい。いっぱいいる。ここはまた流星拳使うか。じゃあトマホークで攻撃していこう。はやぶさのもう最初に全体的にダメージを与えておく。これでもう誰が攻撃しても倒せるっしょ。あと2人。ガンダルスピアからのトマホーク。よーし。200円。こう周りにさあったけどさ、どうだったっけな。もうそこまで詳細は覚えてない。トマホーク使おう。こいつはちょっと強そうだからな。何回かは戦ってるけど。大体今500くらい敵のヒットポイントの平均的な値として。あ、こいつ出てきた。ムーンストーン守ってたやつだ。ヴァンパイアの支配下に置かれたかとうとう。こいつ2発で倒したよね。だいたい500回だね多分。敵が多い。
なんか今壁からすり抜けてきたよね。ちょっと敵に当たっちゃったけど。あと全体魔法を使う敵が出始めてきたかな。まあ、あんまりダメージは食らわなかったけど。これ防御系か。大して意味なさそうだけど。アルベルトはね、確かアクアマに装備させてたんで。え、どこだったか分かんない。下にも宝箱があったからな。あれは回収しておくか。敵がやっぱり多いんだよこのゲームは。本当にのいいパーティー編成はなんか4人みたいですね。6人いるとね、入力の時間が長くなっちゃって、それでね時間を取られるっていうのがあるんだけど、まあ、かといって少なすぎるとちょっと戦闘がきつい時があるんで、こうやってね1人の敵に対しても6人分行動を入力しなきゃいけない。で、攻撃自体は2回とかで終わるから。あとこのあれか、ステータスアップの画面か。一応行動した方がステータスは上がりやすくなるみたいなんで、6人だとねどうしても分散しちゃうんですよね。といっても俺は少数の旅をしたことがないんで違いは分かんないけど、まあ、入れられるんだったらやっぱりなんか入れたいよね。仲間はいろんなキャラを使いたい。ロマサガ1は主人公キャラ以外の仲間がそんなに魅力のあるやつがいないからね、いつも主人公系で固めちゃうんですけど。ロマサガ3とかはね、他にも結構、あ、こいつ入れたいなっていうので、むしろ入れたいやつの方が多い感じになるからね、パーティー編成悩むけど、まあ、ミューズ様とかね弱いけど俺は毎回入れるっていう。あ、ここがいけるわ。女性キャラもね、まあ、主人公だとアイシャかクローディアかバーバラか、まあ、シフでしょ。その中で、あ、入れたいなって思うのなんかクローディアだけなんだよね。シフはなんかシフで、どっちかっていうと男勝りな感じじゃないですか。でアイシャもな、別になんか可愛いなって思わないからね。ここも固定の敵ですね。8000か。もうあと1階層くらいで終わると思うんで、まあ、ちょうどいいくらいかな。ここが終わればアイスソードが買える、ガラハドがいなければ。まあ、こいつも雑魚でしょ。よく見るやつだもん。よし、降りましょう。なっぽいところに来たね。人がいたいな、上の方。多分バンパイアにされたやつだね。恨みも土者。多分ワンランク上だな、さっきのやつの。と言っても3発くらいかかるか。そうだね、ハルベルトがちょっと火力不足になってきたね。ガーナル系は強い。スティールソードとかでもさ、400円、500円か、だいたい490円とかでやりくりしている分には悪くない。で、今人型と当たったんで、そうだね、ヴァンパイアのしもべ。全然強くなかったと思う。大弓一発。下にも宝箱があって、まあだいたい金だからねこのゲーム。おばあさんとか子供とか一緒あの子供が急成長したな。てか全員さ、これ女性のシルエットだよね。もう見た感じ男のヴァンパイアもいたけど、そんなに細かく作られてなかった。みんなこれだと思う。子供もおばあちゃんも男もみんなちょっと若めのヴァンパイア像。260円の320円。ちょっと待って、うじゃうじゃすぎでしょ。めっちゃ寄ってきてんだけど。あ、
で終わるからね。確かにめんどくさいね。6人分さ、こう入力してさ、結局は大弓で終わりだからね。クローディアどんだけ仕留めてんだよ弓で。あーダメか、回避できなかったか。こいつ微妙だなと思ったけど、ま、3発かな。これ3人しか攻撃できないね。まあ、でもクローディアどっから攻撃できるっていうのもいいよな。おう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 、パニック無駄だ。めっちゃなんか焦ってる。ん？ここか。ヴァンパイアだと思う。普通の人だけどさ。聖杯って前じゃなきゃ使えないのかな。一応ちょっと装備してみる、せっかくだから。また我がしもべとなる者がやってきたようね。何言ってるんだ。俺たちはお前に引導を渡しに来たのだ。私は800年生きているヴァンパイア。お前たちごとき人間は足元にも及ばぬ存在よ。こっちにはこれがあるのだ。あるのだってさ、こグレーの口調じゃないんだけど。ゲッ、そう、それはアグネスの聖杯。あ、アグネスってやつが使ってたんだね。それでは話が違う。聖杯には誰も近づかせないという約束で目を覚ました。え、誰が約束したの。いや、お前たちにアグネスほどの法力が備わっているはずがない。この戦い私がもらった。あ、しもべがいるじゃん、聖杯。そして音楽がボス音楽だね。これ初だよね多分、ボス音楽。あ、こいつはザコ、こいつもザコ。あとヴァンパイア終わったりしてね。なんか使ってきた、9とか聖杯100とか弱。あれこれ何、普通にダメージで倒した、それともさ、なんか聖杯のイベントで倒した、ちょっとわかんねえわ。聖杯がレベルアップ。ガーララックス、やった、上がった。聖杯上がっても終わり。終わっちゃった。ヴァンパイア弱かったな。で、奥宝箱340円、持ちきれない、まあ、しょうがないよね。グール系は残るんか。ヴァンパイアが消えるだけでグールは残ってんで、いっぱいいるし。で、これでちょっと聖杯外そう。ヴァンパイアを倒し終わったんで、まずアイスソードを買う。で、その後バーバラ外して、またパニックになった。アイシャを入れて、砂漠ガレサステップのイベントを進めていきましょう。アイシャがいなければ大地の剣とかって手に入んなかったような気がするんだけど、ちょっとわかんない。いなくてももしかしたら大丈夫なのかもしれないけど、ちょっと記憶が定かではないので。村とか復活した？モンスターはいなくなってるっぽいね。村を覗こう。誰もいねえんだけど。お、いる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 。この辺りにも人が住めるようになりました。さっきまでモンスターだらけだったけどね。どうしたんだろうこの人たち。いつかはモンスターを追っ払ってここを自分たちの国にするんだ。だからさっきモンスターで占領されてたじゃん。フロンティアの奥地には人類のまだ目にしていない数多くのモンスターが住んでいますと。わずかな蓄えを守っています。外に出れる、出れねえ。歩いて出なきゃいけねえじゃん。もうあいつ話すのめんどくさいからいいや。右にいたやつ。まあフロンティアはまあそんな感じですね。マップの地図で見たとき左上の方がなんか暗黒の雲みたいなのに覆われてたけど、まだまだ人類にとっては未開の地。まあその代わりね、国とかもできてないんで誰にも縛られずに、まあ、生きていけるっていうところかな。村がもう一個あるんだけど、それもめんどくさいからニューロードへ行きます。で、ここはもう抜けちゃいましょう。
マジかよ、バーバラ石化しちゃったよ。コカトリス出てきたなと思ったらいきなり石化された。石化を解くを使わないといけないんだよね。石化状態だと当たり前だけどパラメータ増えないからね。宿屋だけじゃ治んなかった気がするんだよな。であと魔法使いのバーバラだけだからね。だから毒の水とかで石化って治せんの。まあちょっとこいつらを追っ払った後一旦街を見て石化を解く方法をちょっと探し出しましょう。石化してるけどさ動いてね誰かが引っ張ってんのかな。いてあった、石化を解く。バトル中は使えないんだ。まあ1個でいいでしょ。1個っていうか多分3個手に入るからね。よし、ここでバーバラ復活。ただヒットポイントは回復してない。石化中に寝ても治んなかったからね。で1回来たエスタミルへ行きますか。ちょっとパブは覗いてみよう。うん、いない誰も。50円だったから300円くらい。全然違った、100円だった。600円か。1000円くらいで売れるものがないとジュエルに換金できねえな。こっち邪魔だ。しかもなんか持ってたっけ、売れる用のものをちょっと持っとかないといけないからね。光の元とか大した金額になんないしな。知力の炎とかだったら使った方がいいしね。どう考えても9200円か。聖杯は売るもんじゃないしね。多分全然高く売れないはずなんで。誰かなんか持ってる？バトルアクスいらないか。いやでもなんか武器装備してた方が技ポイントが増えるような気がするんだよな。ちょっとイスマス城で600円くらい貯めますか。よし、9948だったら大丈夫でしょう。アルツール見ます。ガナハドがいるー
じゃないか。ガラハド変わりないみたいだな。アイスソード買われたっぽい。まあしょうがないか、そういうところまで来てるもんね。どう考えてもアイスソードがなくなってる。じゃあ一応まあお金あるからね、傷薬売るか。15円、ちょっと待って、15円じゃ無理だろう。もうちょい、本当に9999まで貯めないとダメだか。もう一回スマスへ行きます。あと1匹だな、こいつ倒して。結構ギリギリのラインなんだよね、このアイスソードを買えるか買えないかって。ガラハドが出てきちゃうんで、進みすぎると。さっきみたいに、67円、え、67円ってどうなの。あ、大丈夫だ。よし、これで傷薬を売ろう。で、アルツールのハブには仲間はいるかな。いない。もうアイスソード売ってないけど、傷薬売るか。金だけはじゃあ溜まってきたな。クリスタルシティを覗きましょう。ちょっとアイシャを探したいんだよね。いない。聖杯ってバーバラに装備させたっけ。これ暴力3しかないんだ。こいつに聖杯持たせよう。もう1種類な、魔法を覚えさせたいんだけど、せっかくジュエルに変えたからな、それを使うのはもったいないよね。ウロまで行きます。ウロとノースポイントちょっと覗いてみて、いたらアイシャを仲間にして、バーバラを外してアイシャを仲間にします。で、ここのガレサステップのちょっとイベントを進めて、大地の剣を手に入れたいんだよね。まあ、要は砂漠に行くってことですね。まあ、町の人からね、なんかちょいちょいその砂漠は危ないよみたいなことを言われてたと思うんですけど、そこのイベントをやっていきたいです。そのイベントが終わったあたりって四天王に挑めるかどうかっていうところだよね。今のヒットポイントだとちょっと不安があるんだよな。やっぱ500くらいは本当は欲しい気がするんだけど、どうだったかな。アイスソードがあればね、結構戦えたと思うんだけど。カルベルとスティールソードがやっぱちょっと弱いよな。まあ、安物だからね。だ、大弓も結構安物だよね。700円くらいだっけ ?1000 円してないからな。ガーラルアクス、まあもらったもんだけど、9600円だからね。ガーラルスピアが4300円くらいだったよね。あ、ケルベロスター、ちょっと。この陣形でのケルベロスはめんどくせえな。二段突き使おうか。ハヤブサ、ただ攻撃力の高いものじゃないからな。全体攻撃的なものだから。風車ってカウンターだよね多分。うわ、ダブルアタック来たかい。で、226減ってたんだな。鳥がなんか鬱陶しい気がする。うー、来た。しかも後ろか。ここは流星剣使おう。あー、しまった、二段付けを使ってしまった。いいね、火力は高くないけど、雑魚モンスターを一掃するのには役立つね。片手剣ってそういう性質なんだろうな、きっと。プロ、ちょっとここのパブを覗きます。
てほしい。いない。ノースポイントまで行くか。これでノースポイントにいなかったらめんどくさいな。あとわからん。あっちの方か。バファル帝国、バファル帝国には確実にないからね。ってかいねえし。探すか。じゃあいない。ちょっとアイシャいないので、次までにちょっとアイシャ探し出して裏方で、でアイシャとバーバラを入れ替えて、カクラム砂漠の方に、向かっていくところから、始めていきたいと思いますので、今回はこれで終了したいと思います、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。